写真拡大。2歳新馬イクサが2日土曜日、3日日曜日の中山中京競馬で計8レース行われた。2日は東西で2レースずつが争われ、中京 3R では6番人気の伏兵リメイクオス立東新谷が2番手から抜け出すと、2着馬に8馬身差をつけて圧勝した。2日土曜の新馬勝ち馬評価一覧。リメイクオス父らに立東新谷、土曜中京 3R ダート 1400m鮫島俊。この父の産駒らしく繊細な面がありますが、厩舎がうまく調整してくれましたからいい勝ち方でしたし、このまま順調に成長していってくれればレース評価 B、 将来性ガルブグリーンメス父ビクトワールピサ美穂相沢。土曜中山 5R 芝 1600m 横山流スタートが早く、先頭に立ってももろみすることなく逃げられました。稽古では右にもたれるところがあって、レースでも直線で内に張っていたのですが、四角で加速して最後まで疲れることなく走り抜いてくれました。 C ベイルランスオス父北さんブラック立東藤岡。土曜中京 5R 芝 2000m 藤岡優調教に乗った時から血統馬らしさは見せていた。良くなったのがここ1、2周なので素質を見せるのは先と思っていましたが、その一端を見せてくれて嬉しい方に出て驚いています。手応えよく走れていていい勝ち方ができました。これから成長していけば。